どうも、大元帥です。今日はですね、タレコミ動画になります。タレコミ動画をくれたのは DGK 愛好家くんこと、おぶつトラックですね。ありがとうございますと。皆さんのタレコミ動画もね、ツイッター上でお待ちしておりますので、よかったらね、動画の方送ってくださいとお願いいたしますと。といったところで、今日の、動画なんですけれども、まあ、主役はね、このDGKくんではなくて、相方のね、ルシファーゴッドくんことエクセリアくんになりますね。まあ、ルシファーゴッドっていうね、素晴らしい経緯に満ちた中二病 ID で、なかなか香ばしい匂いがするんですけど、まあね、プレイでもしっかりとその香ばしさをね、見せてくれましたので、見ていきましょう。でね、チデくんは X1 を使っていて、相方くんを守るように前に行ってるみたいですね。しかし相方くんも虫の息ですね、気づいたら。動画の紹介をしてるうちになんか虫の息になっているのが気になりますが、まあいいでしょう。で、G セルフ、相手が G セルフとね、グフイグランって結構硬いんですけれども、なんとかね、ブースター資格等とムチを使ってこち開けてはいますね。まあ、戦況は、まあ、五分といったところでしょう。で、相手の P セルフは覚醒してきたんですが、相方くんが耐えらずにもう完全に5ですね。5で死にかけているが、おっと、ここで相手の P セルフ落としていい感じだと思いきや、どうすかね、戦況は微妙ですね。で、相方くんが落ちましたね。エクセル君が白紙の先落ちをしていたので、こっちは生き残っていきたいところだが、さてどうなると。相方くんが魂の浮き格を披露していますが、まあ気にせずね、頑張っていきましょう。ゴッド、ルシファーゴッドなんでね。まあすごいですね。ルシファーでゴッド。森、ちょっと属性盛りすぎですね。ルシファーでゴッドって。ルシファーでゴッドって。といったところで属性盛り盛りで気になりますか？なんか、すげえ縛かれてますね。ちょっとルシファーゴッド君がポッコポコに縛かれているのが気になりますが、こっちも前、マントがね、回復したんでね。前に出ていきたいところですね。相方くんも気づいたらちょっと割とね、危険域の体力になってるんで、この辺で落ちていきたいところだが、さあどうなる？相方くんのメインでグフイを落とせたので、ここはね、前線を押し上げて死んでいきたいところだが、男で P セルフが格納振ってきたので、しばき返していいっすね。これはかなり有利なんじゃないでしょうか。で、グフイの前サブで死んで、今、知り時でしょう。あれ？あれ？あれ？何やらゲロビを垂れ流して渾身の受け隠しているのが見えたんですけれども、気のせいですかね。でここでマインサブでしばかれて試合終了というので見てください。ありがとうございましたって打ったんですけれども、ドゥドゥ怒りの無通信、プライドが爆発してしまったようだ。通信を押すのをプライドが許さなかった。というわけで最後のシーン見てみましょう。これゲロビ垂れ流してペチ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 と食らっての、ダウンチマックスポキタ覚醒しちゃって、ここでエクセリあるあるの覚醒技ぶっぱで配信出まーす。はい、デストロイというわけで、これね、覚醒技ぶっぱ、エクセリア使いでね、シャッフルでよく見る光景なんですけれども、2V1 に全てをかけて覚醒技ぶっぱするっていう行為で、ね、これめちゃくちゃよく見ますね。はい、というわけで 2V1 失敗ですね、ルシファーゴッド君。というわけで、次の試合です。はい、なんと、怒りの無通信をしてきたルシファーゴッド君、まあ、神ですね、神に対面来ました。というわけで、こっからが本番ですね。まあなんかね、さっきから後ろのロゴが気になってるんですけど、なんか無料ソフトで編集したら、何やら、後ろにずっとロゴが浮き出てきたらしいんですけど、まあこのロゴもね、なんだかんだでね、味があって面白いんで放置しました。はい。この、ワンダシアなんとかっていうクソみたいなロゴ。まあというわけでね、まあロゴのことはね、気にせず見ていきましょう。おっと、いいですね。敬意を示して、一回ルシファーゴッド君に敬意を示していくが、いいですね。しっかりとさっきは無通信ありがとうって言ってもね、猿山の争いですね。猿同士が争って、おっと、猿受け隠して。で、出たー！エクセリア君の、覚醒技ぶっぱやつー！というわけで、敬意を示して、行くー！うわ、素晴らしい敬意だ。あれ？ルシファーゴッド君、まさか。神の名において改姓を抜いた？どういうことというわけで、怒りの無通信やつに尺弾で敬意を示した結果、切断されましたね。プライドの爆発です。最高です、このゲーム。最高。